ちゃん。こんにちは。はい。はい、ゆたかさん。はい。クライマックスシリーズも、いよいよクライマックスっていうか、ファーストステージ、ね。まあ、ファーストステージはね。うん、第3戦ということでね、うん、今日で、もう。まあ、どっちかが決まるということで、ね。そう、引き分けでも、決まるということでね。はい、はい。はい、ね。ということで、パリーグの第3戦が行われましたが、はい。はい、まずは、いつもの通り、あ、私。看板やちっちゃんよろしくということで、ね。はい、ありがとうございます。はいはい、ということでいつもの通りスタメンをまず見ていきましょう。はい、はい、ちょっと今日はね結構変わりましたか。ちょっと変わったね、うん、あの左ピッチャーということもあるんだけども、はい、まあ石川入れて岡入れてってブロッソ入れてみたいな、うん、はい、まあ茶谷もそうだね、はい、だから岡、ブロッソ、茶谷、うん、佐藤もそうだけど、この4人が出場はしてる選手がいるんだけど、うん、初スタメンというね、クライマックスシリーズね、うん、でソフトバンクの方は、うん、まあ、シュートを一番に戻しっていうようなとこだね、うん、あとは一番の三森、うん、まあ、昨日当たってたんだけども、うん、まあ、7番に下げたということでね、はい、で井上があの8番で指名打者と、うん、まあ、いいバッターだけどね、はい、はい、まあ先輩後輩早稲田の、ね、まあ投げ合いで試合が始まるというね、はい、そういう試合です。はい、はい、ということで試合を見ていきましょう。はい、こうなりました。まあこれ見たらさ、はい、あのすごい劇的なんだよね。もうね、いつ見ても、うん、点が動かないというか、まあそうだね、ずっと来ていて、うん、で延長10回ドラマがありましたけれども、はい、まずはまずね立ち上がりから、うん、あのちょっと説明していきたいと思うんだけども、はい、あ、それで、まあ、要するにここにも書いてあるので先にお伝えしておくと、うん、ロッテが4対3で勝って2勝1敗でファイナルステージ進出を決めたということですよね。はい、はいはい、ということでお願いします。はい、でね、最初、うん、立ち上がり、はい、両先発ピッチャーの、うん、まあ、お互い1本ずつ打たれるんだけどさ、あ、まあ、ランナーを出しながら同じような立ち上がりをしたというね、うん、良くもなく悪くもなくという、うん、まあ、無難に立ち上がっていったかな、慎重に立ち上がっていったなっていうような、うん、まあ、そんな感じがしたんだよね。はい、はい、それで最初にチャンスを迎えたのが3回、うん、甲斐がデッドボール、はい、で周東は送りバント、うん、で川瀬柳田っていうところをこうライトフライセンターフライで打ち取って、うん、まあ、最初のチャンスだったんだけどね、あ、調子よく来てたんだけども、まあ、デッドボールでちょっとピンチを招いたということ、うん、で4回、はい、ね、中村の内野安打、まあ、リクエストがあったんだけども、はい、非常に茶谷もうまいプレー、うん、小島もベースカバーが遅れてなかったけどトスがちょっと浮いてね、うん、足を踏むタイミングがあのちょっと遅れて内野安打になったんだよね、うん、なるほど。で今宮に対して初球エンドランをかけて、うん、まあ、なんとかやっぱりね先の塁に進めたいという気持ちがね、でやっぱソフトバンクの方が勝たなきゃいけないからね、引き分けではね、そうそう、のでで、うん、昨日3安打の三森に託したんだけども、はい、セカンドフライでね、うん、まあ昨日とはちょっと違った様相だったね。はい、で6回、うん、ね、川瀬が倒れた後柳田、はい、左中間にツーベースヒット、うん、でここで近藤、ね、打点王ホームラン王の近藤、ね、これがライト前ヒット、はい、回しちゃうんだよね柳田選手ランナーの、うん、あのセカンドからね、サードに進んだ時に、うんうん、ベースを踏む前に荻野がやっぱ取ってるんだよね。荻野のチャージも早かったし、はい、少し前めにいたんだよね、はい、でまあやっぱこういう膠着状態で6回まで進んでて、うん、それで、まあ、サードコーチャーとすればやっぱ1点を早く取りたいというね、うん、主導権を握りたいということで回したんだと思うんだけども、はい、まあ、荻野が非常にいいプレーで、うん、ホームを刺したというね、はい、でその走塁の間にコンちゃんはセカンドに進んでんだよね、うん、はい、で中村フォアボール、うん、今宮が、セカンドゴロでまあこの回0点に終わってしまったというね。これで流れが変わるかなと思ったの、うん、でね、6回裏ね、はい、ここ裏、うん、で藤岡フォアボール、はい、でこの回から又吉に変わってるんだよね、うんうんうん、ピッチャー。そうですね、これね、
小島と和田、うん、データで見ると、うん、もう全く同じような投球内容なんだよ。あのこの試合ここまでこの試合、はい、で打順の巡りも大体一緒なんだよね。だからこの回も前の回も2番川瀬から始まって、この回2番の藤岡から始まるんだよね。で又吉が出てきた、はい、で又吉ってサイドの変則で、うん、まあ左バッターの方が打ちやすいと言われてる、うん、ところで、まあ、藤岡にぶつけていったんだけどフォアボール、はい、うん、で次の石川、はい、やっぱ送るだろうなと思ったら強行に来るんだよね。うん、でゲッツーという、まあいい当たりだった、捉えてる当たりだったんだけどもさ、はい、まあ正面に行って、うん、ダブルプレート643ということでね、まあここも点にならない、うん、でねこの丸印見て、前半はねソフトバンクがねある程度押してたんだよね。丸印っていうかゼロですよ、ね、ゼロだけど、うん、青いの、ね、青のゼロ、ね、青文字ゼロね、はい、ここからロッテの攻撃がちょっと盛んになってくるんだけども、なるほど、はい、はい、で、藤井に変わった、うん、7回ね、はい、まあこれは789でもうピッチャー決まってる、うん、藤井松本オスナで来るなっていうのがもうすぐ分かったねこれでね、はい、でピンチヒッターの安田にフォアボール、うん、で茶谷がツーアウト取られてもバントで送ってセカンドに送ったんだよね、うんうん、で佐藤俊也、はい、追い込まれたんだけどフォークを見逃して、うん、フォアボール、はい、1・2塁になるんだよね、ツーアウト1・2塁、はいはい、で中村がこの藤井に対してシーズン中8打数3安打、うん、ホームランも打ってんだよね、うん、ああこれはいい場面に回ってきたなと思って、うん、この2球目にちょっと甲斐がフォークボールを弾くんだよね、はい、まあワイルドピッチかなと思ったらやっぱセカンドの安田がスタート切れないんだよ、うん、これ切っとけばやっぱちょっと状況的にはまっすぐとフォークのピッチャーだけに少し状況が変わったかなと思うけども、うん、まあ中村が三振に倒れて、まあ、また無得点と、うん、で8回、はい、で松本に対して8回裏ですかね、8回裏、はい、で荻野が先頭で出てきて松本に対してフォアボールという、うんうん、藤岡、はい、バントやるけど送れない、うん、でカウント作っていくんだよね、はい、2エンド2、うん、あここでエンドランかけるかなと思ったら動かない、うん、でただのレフトフライ、うん、やっぱなんで昨日から動かさないんだろうなっていうシーンが続くわけよ、うん、はい、で 石川が三振、うん、ポランコ三振っていうね、だから点になっていかないんだよね、先頭が出ても、うん、前の塁にも進めないしさ、うん、で9回、はい、これも、裏のロッテの攻撃、はい、で、はい、オスナピッチャー、うん、ね、で安田がライト前にヒット、はい、これを追ってた三森がジャンプ一番取れなくて、うん、頭を強打して、はい、ちょっとやっぱ首も痛めたのかな、うん、で担架で運ばれてね退場するんだけども、うん、また次のバッター茶谷、はい、ツーアウト取られてもスコアリングポジションに送ったという、送りバントでね、送りバント、ツーアウト2塁でね、うん、はい、で茶谷もうまいねバントが、うん、ここら辺はやっぱりしっかりしてるわ茶谷、うん、ね、で佐藤俊也、はい、三振、はい、ね、これで延長に入る、うん、ここでね、うん、延長に入るっていうことは、うん、ソフトバンクは、うん、あと3イニングの中で、うん、絶対点を取らないと、うん、負けと一緒なんだよね、引き分けではねロッテが行くっていうことになってるので、うん、ソフトバンクは何が何でも勝たなきゃいけない、そう、うん、それとロッテの方はなんとか引き分けたらいけるという、うん、攻めと守りの気持ちがはっきり出てくるシーンがこれから10回に現れる、なるほど、もうロッテとしては引き分けでもいいわけですからね、そうそうそう、うん、だからね、はい、その心理戦が、うん、多分ねこういう10回に現れたんだと思うんだけども、はい、10回表のねソフトバンクの攻撃、はい、バッター野村勇美、ここでピッチャー変わるんですかね、はい、沢村にね、はい、で三振、うん、で井上の代打、はい、柳町が、うん、右中間にツーベースヒット、おね、うん、甲斐、はい、ここで代打を送るんだよね、そうですね、郁美、はい、ね、うん、三振、
ツアートランナーセカンド、はい、ダイソーも送るんですよね。まあダイソー上林ね、ね、はい、うん、もうダイソーも上林を送って、はい、ランナーセカンド、うん、で1番に戻ってシュート、はい、ね、センター前ヒット、うん、ね、上林がホームに帰ってくる、はい、これでねようやくの先制ということですね。そうだね、この時にね俺ちょっと守備位置が気になったんだけど、はい、センターがレフトの方に振ってるんだよね、うん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 、でもセカンドの中村は少しライト寄りにいるんだよ、はいはい、これは納得いかないんだよこれねゴロでシュートの打球抜けていったんだけども、うん、だから藤原がすごく回り込んで、うん、バックホームするような形になって間一髪セーフになったんだけど、うん、あそこ抜かれちゃ絶対いけないんだよねセカンドは。なるほど、ライト前だったらホームにあのチャンスが生まれるわけ、うん、だけどセンターって一番遠い距離を投げなきゃいけないから、うん、あそこ抜かれちゃいけないんだよね、うん、だからここら辺はねもうちょっと徹底した方がいいなって、うん、まあセカンド本職だったから、うん、まあそういう風に見えたんだけどね。なるほどね、うん、で続く川瀬、はい、これも送球間に、うん、バックホームの間に周東がセカンドを落とし入れてる、うん、で川瀬が、左中間、はい、ツーアウト二塁で、うん、左中間を破ってスリーベースヒット、ねえ、ねえ、もう畳みかけるような攻撃だったよ本当に。でここで坂本にスイッチ、沢村投手からね、はい、はい、で柳田が初球をライト前ヒット、うん、はい、これで3点、ね、3連打ね、うん、3連打で、3連打じゃないな、あ、3連打で3点だね、うん、まあ、ヒット4本集めてねこの回にね、 そうそれまでじり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 打てなかったのが、うん、それでねここでね一つ、うん、1点だったらまだ勝ったという気持ちになってないと思うんだけど、はいはい、3点取った時に勝ったと思ったのね。こう思った人は多かったでしょうね。絶対思ったと思う。この試合の流れで10回いきなりボンって3点入ると、うん、あーってこれはって思った人は多かったでしょうね。多かったと思う、うん、それはね、でね、やっぱねロッテの方はね、うん、守りから引き分けでいいという気持ちから打ち返さなきゃいけない、点を取らなきゃいけないとい う, こう気持ちの切り替えが3点 取られて、あの芽生えたと思うんだよね。なるほど、1点じゃなく3点も取られてしまったらこれは大変って、うん、いやもうね守りの気持ちから攻めの気持ちに変わったと思うんだよ、うん、こっからはねまたね、うん、はい、そしたら角中代打ね、ロッテね攻撃10回裏ね、はい、もうこれね点取れないと終わりますもんね。そう、ピッチャーはつもり、はい、やっぱ角中はいいバッターだな、うん、もうね、臭いところ、うん、臭いところカットカットに行って、うん、甘いボールをセンター前、うん、これで気持ちがね少しつながったよ、うん、ロッテの選手の。なるほど、それがまた角中選手だったっていうのも良かったんでしょうかね、ベテランのね。いや、もうみんなが期待したと思うんだよ、ね、その期待通りの働きで出てくれた、うん、で、荻野、はい、もう当たり損ねのサード前のボトボトの頃、うん、これも足が速いから内野安打になった、うん、1、2塁、ね、あ、これは何かが起きるなっていう考える暇もなく、はいはい、ノーアウト1、2塁で2番の藤岡選手ですね、初球だよ、うん、ものの見事に同点スリーランという、なんか何が起こったのか一瞬わからない人たちがたくさんいましたね。そうだね、だからまあヒーローインタビューでも言ってたけど、うん、ここでね、うん、繋いでもやっぱ相手のピッチャーももう左右でいろいろ変えてくるだろうから、もうここで決めるしかないというね、そういうふうな思いがあったと思うんだよね。ただそれが結果になるというのが、いや、なるっていうのがやっぱ本当に、うん、でもこれはねやっぱロッテファンの背中を押したあの応援っていうのもあったと思うよ。もうね、すごかったですね。いや本当にすごかった、うん、それとまあいいか、これは後で言う、はい、ね、それで、はい、まだノーアウトなんだよね、うん、でツーアウトを取られて岡、うん、レフト前ヒット、はい、これ何でもないヒットなのかなと思ったんだけど、うん、まあこの時あのスリーラン打たれてから、うん、大津に変わってんだよね、はい、でポンポンとツーアウトを取って、はい、まあ、岡にヒット、うん、でここに安田、はい、安田が右中間にツーベース、うんうん、はい、フェンスまでは到達してない、うん、ソフトバンクの野手ももう必死だよね、はい、もうなんとか止めて、うん、ホームにつないだけどブーってね腕ねなあ間一髪セーフで
サヨナラという、いや逆転サヨナラという、ね、ソフトバンクがリクエストを出してリプレイ検証まで行われてのセーフサヨナラだったので、まあ、あそこは絶対出すからねリクエストはね、まあ、でもそれぐらい際どかったってことですよね、まあ、ね、うん、だそこでね、はい、思ったのは、うん、やっぱ攻めなきゃいけない、うん、点を取らなきゃいけない、うん、これはやっぱソフトバンクの10回の攻撃が見事だったと思うんだよね、うん、でそれを打っちゃったロッテは引き分けでもいいという気持ちからやっぱ攻めに転じた気持ちになったと思うんだよね、うんうん、それを表現できた素晴らしさっていうのがあったと思うんだけど、うんはい、俺はソフトバンクで一つだけ残念だったのは俺は下位に代打を出したことだよ。ああ。それまでね、うん、ずっと試合展開見てたら、うん、下位のリードは素晴らしかったんだよね、うん、でもこういう状況に追い込んだ全体、うん、ソフトバンクのチームということがやっぱ下位に代打を起用しなきゃいけないという雰囲気になっちゃったんだよね空気に、うん、だからこれはねやっぱね攻められないんだけど、そうですね、でその前に海が打っときゃいいんだけどさ、うん、やっぱ内容的にはあまり良くなかったんだよね、うん、でやっぱねキャッチャーを変えるっていうのはね流れを大きく変える、うん、でピッ俺はピッチャーを変えるよりもやっぱこういう同点だとかそういう時のキャッチャーを変えた時にやっぱ絶対俺は流れが変わると思ってるから、うん、だからこれは峰が悪いとかじゃなくて、うん、チーム全体がそういう試合展開を作っちゃったっていうのが、うん、まあいけなかったんだろうなって思うね、うん、残念だったと思う。まあこれがねこのずっとゼロが並んでるような内容の試合だったっていうことが、うん、またそういう風な動きになったんでしょうし、まあ、絶対そうだよ ねだから何か打開策をっていうところの、うん一つそうだね、うん、これがね引き分けだったらもう一試合やるっていうんだったら俺は下位に代打を出してないと思うんだよ、うん、でも点を取らなきゃいけないっていうからやっぱ代打をね出したんだと思うんだよね、うんうん、でもねそういう攻める気持ちがやっぱ3点を生んでるし、うん、これは間違いではなかったとは思うけども、そうですよね、うん、でもやっぱあの最後の打たれ方を見てると俺は下位だったらどうしたかなっていうのがね、うん、やっぱある。なるほど、うん、やっぱね慎重だったもん今日の回は、うん、やっぱ一球ボールから入るとかさものすごくやっぱ慎重に相手を見ながら、うん、状況を考えながらやってたから、うん、だからそこら辺がちょっとね悔いを残してるんじゃないだろうかっていうのは思うね。なるほど、うん、でもロッテの攻撃は見事だった。そうです、もうそれにつきますね。いやそれにつきもうその最終回もう10回裏の攻撃がもう全てを一つ上回ったということだったんでしょうかね、うんまあ、そうだね、うんうん、だからまあこれは本当に勢いを持って、まあ、大阪に乗り込めるという、うん、ただピッチャーが、うん、やっぱりいない足りない先発ピッチャーがことはあっても今日ね3点はここで取られたけども、うん、ここまでのリリーバーっていうのは素晴らしかったよ、ね、まあソフトバンクもそうだけどもね、はい、うん、だからやっぱ先発ピッチャーがね歯食いしばったらリリーバーが頑張ってくれ、あとリリーバーが頑張ってくれるっていうことを信じて、うん、まあ大阪にね乗り込んでまたいい試合をね見せてほしいと思います。これねスケジュール的に中1日ではい始まりますが、まあ、ピッチャー含め、うん、なかなか厳しい状況になりますか。まあ、そうだね、野手はね、うん、このままの勢いでいきたいと思うんだよね、うん、ただピッチャーはやっぱある程度感覚も開けなきゃいけない、先発ピッチャーに関してはね、うん、だからそういう面では結構なんかアドバンテージを受けてるけども、受けてるっていうか、ねうん、ちょっと反対 ねハンデじゃないですけどね、まあ、ハンデがあるかもわからないけども、うん、まあそこはねやっぱもう乗り越えて、ねうん、頑張ってほしいと思います。まあチームの勢いとしてはね、うん、オリックスはちょっとしばらくお休みじゃないですけどちょっとね空いてまして、まあね、ロッテはもうこのすごく素晴らしい勢いがついてるのでね、うん、まあ完全にゲーム感というか、うん、そういうものを取り戻してる選手が多くいるんでね、うん、ロッテはね、ね、うん、またいい試合が見れると思います。はい。
はい、ね、また楽しみですね。はい、一日ゆっくりはできないかもわかんないけども移動もあるしね、はい、体調整えてね、はい、またいい試合を見せてください。はい、はい、あ、それとソフトバンクの皆さん、そうですよ、1年間お疲れ様でした。はい、これで ね、もう最後の最後まで激闘でしたけれども ね、はい、そうだね、うん、まあでも最後もね感動的でして、本当に負けて悔しいと思うけども、うん、またそれをバネにまた来年につなげてほしいと思います。本当引きつけられるゲームでした、本当に。そうだね、はい、はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。